まあ、今日私たちは詩篇121篇を通してメッセージを受けようと思っているんですけど、まあ、それよりも121篇の中身よりもこのちょっとタイトルにすごく注目していきたいんですね。実はこの詩篇121篇には表題、まあ、タイトルというものがついているんですけど、都登りの歌ということなんですね。都登りの歌というタイトルですね。で、実際この都登りの歌というタイトルがついている詩篇はこの121篇だけではないんですね。120から134まで全部に都登りの歌っていうタイトルがついているんです。で、その意味するところは何であるのかということなんですけども、イスラエルには彼らが守るべき7つのお祭りというものが主によって定められていたんですね。イスラエルは레위기 23장을 보면, 이스라엘이 守るべきお祭りとして7つの祭りについて書いてあるんです。이스라엘이지켜야되는그절기에대해서기록했습니다。で、この7つの祭りがあるんですけども、で、その中でも特に3つのお祭りが重要なものとして考えられていたんですね。で、その3つの祭りとは何かったら、杉越の祭り、また五旬節、それともう一つが、まあ、今の時期なんですけど、カリイオの祭りと言われているんですね。で、ユダヤ人にとってこの神様から命じられた通りにこの7つの祭りを守っていくということは本当に重要なものとして考えていたんです。で、その中でもこの三大祭りと言われるこの3つのお祭りに関してはイスラエル人がもうほぼ 100% と言っていいエルサレムまで登っていくということが起こっていたんです。都であるエルサレムまで集まっていく。イスラエルという国から離散している人々であっても、まあ、異国に住んでいる人々であっても、その時だけはこのイスラエル、エルサレム、都まで登っていくということが起こっています。で、これからエルサレムに登っていくぞということで歌われる歌がこの都登りの歌ということなんです。しかし当時この異国の地に住んでいる人々がエルサレムに登って向かっていくということは喜ばしいことなんです。エルサレムを향해서올라가는일은정말기쁜일이었습니다。しかしそれと同時に、まあ、本当に大変な作業なんですね。굉장히힘든작업です。危険も伴うような旅路だった。危険함께하는그런여행길。まあ、私たちが今からエルサレムに行こうとするならば、まあ、飛行機乗っていくわけですよね。지금도우리가예루살렘간다는비행기를타고だからこの当時飛行機もないですしね、電車もないですしね、車もないですしね、もう歩いてもみんな移動していくわけですよね。良い道ばかりではない、もう盗賊いるような猛獣がいるような荒野という道も通っていかなければならない。何があっても自分が行っている仕事全部やめてそこに向かっていく。この時だけは本当に神様を祝う時だとして聖別するわけですね。
이때는 저에게 하나님을 하나님을 기뻐하는 날이다 하면서 기뻐 나가는. 마 이스라엘에 있어서 정말 기쁨의 시기であると 동시에 마 정말 큰 희생의 동반하는 각오의 동반하는 というか 마 소유의 旅であったわけです. 정말로 하나님을 축하하는 그런 기쁜 날이기도 했지만 희생이 함께하는 그런 힘든 날이기도 この 121편 8절을 보면 ですね 主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られると言っているわけです。 주님께서 너가 가는 길도 오는 길도 모든 것을 지키리라. まあ要はこれは祈りの言葉なんですけど 이것은바로기도의내용입니다.そう神様は必ずこの神様を喜び祝うために集まってくるイスラエルの人々の旅路を守るんです。 하나님께서는 여호와를 경배하는 그런 이스라엘 백성들을 주님께서 지키시겠습니다. しかしこのような祈りが捧げられているということは逆を言うならば危険を伴う本当にそういう旅だった。行くにも帰るにも多くの試練の伴う覚悟のいる旅であったということです。 しかしそれも彼らは神様の守りというものを信じて本当に喜びながら賛美を捧げながら出ていくわけです。なぜ彼らはそこまでしたか。それをした最も大きな原因の一つは神様が言われたからそこに登っていて神様を祝うということです。 그렇게 행할 수 있었던 그큰 이유는 하나님께서 말씀하셨기에 그 말씀을 지키는 것입니다. 이집트에서 이스라엘의 民たちに対して神様が語っていた重要な戒めとして与えられているもの 이스라엘의 백성들이 출애굽할 때 하나님께서 말씀하신 그 내용을 중요시 받들고 그것을 지키는 것입니다. その神様の語られる御言葉を守るために彼らはこの全てを置いてまた覚悟を持って大きな犠牲を払ってそこまで出かけていくエルサレムに向かっている。 그 말씀을 지키기 위해 그들이 모든 각오를 하고 그 위험한 길에 그 여행을 떠나는 것입니다. 근데 여기 우리가 오늘 마음에 止めたい. 이 부분에서 우리의 마음에 특기를 원합니다. 우리한테는 하나님을 사랑하고 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 순종하고 나아가는 것이 それは神様の御言葉に 聞き従って生きていくということなんですよね。 私たちは神様を愛していますか？ 私たちは神様を信じていますか？ 私たちは神様に植え替えて神様そのお方を主体に求めて生きていますか？ それが具体的にどういう形として私たちの人生に現れていくのかということなんです。それは神様の御言葉を大切にして神様の御言葉に植え替えて神様の御言葉に従って生きていくということを通して神への植え替わりが現れる。 순종하고 나아가는 통해서 하나님의 향한 목마름을 드러내는 것입니다. 하나님을 愛すると言いながらも 하나님의 御言葉というものを全く無視して反対の方向を向いて生きているということならば 하나님을 愛しているという言葉が 嘘偽りになってしまうというんですよ。 하나님을 사랑한다고 하면서도 하나님의 그 말씀에 거역하며 순종하지 못하고 나아간다면 그 고백은 아마 거짓이 될 수 있습니다. 하나님을 愛するとは 하나님의 語られた この御言葉に 愛すること. 하나님을 사랑한다는 것 바로 하나님의 그 말씀을 사랑하는 것입니다. 私たちは神様何を信じていますか? 神様の御言葉を信じてきています。 하나님의 우리가 무엇을 믿는 것인가? 바로 이 하나님의 말씀을 믿는다는 것입니다. すなわちこの都の森の歌というものを現代の今私たちが読んでいるこの聖書を読んでいる私たちに当てはめていくならば 성전에 올라온 이 노래, 이 노래를 정말 현재 살아가는 우리들의 삶 속에 적용하는それは神様の 御言葉に向かって登っていくということなんですよね。 하나님의 말씀에 순종하며 나아가는 모습입니다. 私たちはいつも 우리가 항상 神様の御言葉に向かって登っていく人なんだと。
하나님의 말씀을 향해서 올라가야 될 사람은 하나님을 신질 또와 하나님을 아이스 또와 결국 소유고도입니다. 하나님 믿는다는 것과 하나님을 사랑하는 것과 바로 그 모습을 뜻합니다. 감사로 미고도가님 같대 넘어뜨리고도입니다. 하나님의 말씀을 향해서 올라가는 자만 것입니다. 그리고 하나님의 말씀을 향해서 올라가는 자, 그것을 구하는 사람은 하나님의 말씀을 향해서 올라가는 자, 그것을 구하는 사람은 항상 이러한 분들이 일합니다. 희생이 더 많아. 희생이 함께 한다는 것입니다. 희생이 더 많아. 위험이 함께 한다는 것입니다. 각오가 더 많아. 각오가 함께 한다는 것입니다. どうでしょうね? 하나님의 미고토바니 무카테 넘어떼 이끄 という そういう生き方の中に 하나님의 말씀을 향해서 올라가는 삶 속에서 희생이 통합니다. 희생이 함께한다. 기생이 통합니다. 위험이 함께한다. 각오도 시작해야 합니다. 각오도 해야 합니다. そういう体験したことあるでしょうかね? 여러분 그런 체험을 한 적이 있습니까? もっと言えば 하나님의 미고토바니 따라가って 이끄 이끄 ということ どういうことかというと 하나님의 말씀을 순종하고 나아간다. 体験なしには本当の意味で従って生きていくということはできないですよ。 그런 체험 없이는 진정으로 순종하고 나아갈 수 없다는 것입니다. 例えば, 예를 들어서 イエス様が神様の御言葉の中で生きていく イエス様がそのように生きていくということとして イエス様が実際多くの危険、覚悟、犠牲というものがあった。 예수님이 그 말씀을 순종하고 나아가기 위해서 많은 희생과 각오가 필요하셨습니다. 例えば聖書の中には安息日論争というものが記録されています。安息日の論争が記録されています。ユダヤ人たちの定めたところによるならば、ユダヤ人で、その安息日を選んだ場合、安息日に労働してはならないということだった。安息日で、許さなんだ。で、これはもちろん神様がモーセの律法、まあモーセを通してイスラエルに与えた律法10回の中の一つですよね。イエス様は、神様がモーセに話しかけて 出エジプト記の20章の8節から11節の言葉です。出エジプト記1章8節から11節。出エジプト記20章。出エジプト記1章8節から11節。はい、ここにこういうふうに書いてあるんですよ。これ10回の中の一つですよね。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。 しかし7日目はあなたの神主の安息であるあなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいる全てのものを作り、7日目に休まれた体である、それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとして宣言された。 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 일을 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일이지. 너나 내 아들, 아들이나 내 딸이나 내 종이나 내 여종이나 내 노축이나 내 문 안에 있는 머무는 길이라도 아무 일도 하지 말라. 이내 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그 날을 거룩하게 하였느니라. 아멘. 하이. 자, 브라이언 읽어보죠. 브라이언. 영어로. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do the work, neither you nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animal, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day, therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. 安息日というものが主によって定められている。 安息日に主に礼を捧げさせ。そしてその安息日の日に私たちこのイスラエルの人々がどのように過ごすべきであるのかということが記録されている。安息日を記念して、ここで注目することは、安息日には、どんな仕事もしてはならないと言った。安息日では、どんな仕事もしてはならないと言った。で、これは確かに神様によって与えられた律法なわけですよね。 しかしこの律法の内容をそれを受け取ったイスラエルの人々があまりにも拡大解釈をするようになってしまった。そしてそれが大きな
問題となっていくんですね。例えばこういうことがあった。聖書の福音書の中に書いてあることなんですけど、ある片手の泣いてしまった、ね、病気になってしまった人がいた。でイエス様はその片手の泣いた人を見て、その哀れに思ってそれを癒したって聖書が。病気で苦しんでいる人をイエス様が見てかわいそうに思って、その右手を、その片手を癒してあげた。これ悪いことですか？良いことですよね。困っている人を助けてあげるんですよね。どうしていいか分かんない人を手を差し伸べてあげるわけですよね。いや、イエス様は本当にすごいことをしたって喜ばれるべき内容。しかし問題があった。それをした日が安息日だったっていうね。イエス様がその人の手を癒した日が安息日であったがゆえに、ユダヤ人たちはそれを見て騒ぎ始めた。なぜならこの日はユダヤ人にとってはこれ安息日であって、一切の仕事してはならない日。ユダヤ人たちの解釈によるならば、このイエスは今この右手を癒す、この片手を癒すということとして仕事をしたって考えた。イエスというやつは教師でありながら、私たちの守っているこの律法に反することをしたぞというふうに責めるわけですよね。まあ、それに対してイエス様は言われたんですけど、あなた方の息子や家畜がもし井戸の中に落ちてしまったということが起こったときに、安息日だからといってそれを引き上げてあげないということがあなたの中にありますか？井戸に落ちて苦しんでるのに、今日は安息日だからあなたが助けることで明日まで待っていない、そのことありえるかっていうことですよね。そんな安息日律法に意味はないということですよね。まあ、これは一つの例ですけど、福音書を読んでいけば、当時のユダヤ人たちがいかに間違った聖書解釈の中で生きていたのかということが分かるわけです。そしてそのような彼らの間違った聖書解釈に対して、イエス様が正しい解釈を言ってまた行動するわけ。それを見るユダヤ人たちはもうイエス様のことを憎むでしょうね。ユダヤ人たちはイエス様を邪魔者扱いして、最終的にイエス様は彼らの手によって十字架刑という十字架にかけろってね、そういうことだ。これが神様の御言葉の中で徹底して生きたということに対する報い。神様の御言葉に徹底して生きた結果、イエス様は迫害を受ける、苦しみを受ける、ある時はサタンの使いだとまで言われて、最終的には十字架にかからなきゃならなかった。もちろん私たちが知っていることは、イエス様はその後に復活をしますよね。死で終わるんじゃなくて、最後は復活という勝利なんです。神様の御言葉に従って生きるってどういうことか。神様の御言葉に従って生きる
ということは하나님을순종하고나가는것은어떠한것인가私たちに最終的には大勝利を与えるもの정말우리에게마지막은큰승리를거두는일이군요しかし私たちが幸運を忘れてはならない우리가이것을꼭기억해야합니다その大勝利に至る前には十字架という部分を通らなきゃならないことがあるよって그큰승리를거두기위해서는먼저십자가를지나쳐야된다神様の御言葉に向かって登っていくということを通してそういうマイナスと思える部分に出会うことがあるんだよ하나님의말씀을향해서올라갈때정말로그런희생적인부분들이함께한다最終的には大勝利であることをそれは結果として分かっている마지막은큰승리라는것을우리가결과적으로압니다しかしそこに至る前には苦しみを通るということがあり하지만그전에는고통을지나쳐야되는犠牲を伴うということがあり희생을해야하는悔しい思いというか恥ずかしい思いというかそういう思いをしなきゃならないこともあり억울한마음창피한마음그런일들이있습니다バカにされて笑われて迫害されてしまうお前なんだクリスチャンってなんだって言われてしまうようなことも体験しなきゃならない無視당하고クリスチャン너는무엇인가라고말을듣는그런일들도있다는것そういうことがあるんだよ나ぜこんなことまでしなきゃならないんでしょうか왜이렇게까지해야되는가神様を信じる者だからといって私はこんなことまでしなきゃならないんでしょうか내가하나님을믿는자로해서이렇게까지해야되는가しかしある意味において하지만어떤의미로そのような部分を通るということなしには本当の意味で神の御言葉に従って生きるものなんだっていうことができないんだということを私たちは覚えておかなきゃいけないですね。그런일들이없이그냥예수님믿는자다라는일이분명히없음을기억해야돼요このマイナスと思える部分이런마이너스를생각해なぜここまでしなきゃならないですかと思える部分왜이렇게까지해야됩니까라는그런부분この部分を通ることによってそれこそ本当の意味で神の御言葉に聞き従って生きているんだということなんですよね그런부분들을통해서정말로진짜하나님의말씀을순종하고지키고있다라는모습이됩니다犠牲なしに犠牲없이는覚悟なしに覚悟없이는自分に死ぬということのなしに本当の意味で神の御言葉に向かって登って生きていくということはできないんだ자신이죽는것없이는정말로하나님의말씀을향해서올라갈수가없다는것입니다예수님이말했다예수님께서말씀하셨습니다하나님을愛し하나님을사랑하며隣人を自分のことのように愛せよ예수님자신처럼사랑하라라는것입니다また右の方を打たれたら相手の右を打ち返せではなくて左の方を差し出せ。그리고오른쪽뺨을때리거든오른쪽뺨을다시때리지않고왼쪽뺨또한내주어라復讐してはなりません。복수해서는안된다。あなたがやるべきことは敵に対する復讐ではなく敵のために愛し祈ることだ。내가복수하는것이아니라그저원수를향해서사랑하며그원수를위해서기도해야하는것이다何事でも自分にしてもらいたいことは相手にもそのように同じようにしてあげなさい어떤일이든자신이하기를바라는것을그상대에게도해주어라는것입니다キリストを信じて神様の御言葉に従って生きていくということは하나님을사랑하고주님을순종하고나아간다는것은それは大きな広いものではなくて本当に狭いもの狭い道を歩くような人生なんだ그것은정말넓은길이아니라좁은길을나아가는그모습이다自分に死んで十字架を追いなさい자신을죽고그십자가를짊어져라라는것입니다これこそ私たちの命に至る道だ이것이야말로생명에이르는길이다라고말씀하십니다しかしこれらも私たちに日々迫ってくるこの神様の真実の御言葉を前にして하지만우리앞에누려지는하나님의그참된말씀앞에서私たちはどのようにしてそれに従いながら生きていくことができるのだろうか우리가어떻게해서그말씀에순종하고나아갈수있는가それは私たちにとってある時には本当に覚悟が必要であって그것은우리들에게서정말큰각오가필요합니다犠牲が伴うということがあって희생이함께하는일이있습니다時にはそれによって悔しいと思える思いもしなきゃならなくて그것으로인해서우리가정말억울한마음이들기도합니다神様の御言葉に従って生きる私が何でですかって悔しい涙を流さなきゃならない。하나님의그말씀에순종하는모습에정말눈물을흘릴때도있습니다だからこそ私たちは都に登っていくということの前に정말로우리가성전에올라가는그전에すなわち神の御言葉に向かって
登っていくということの前に、私たちが行うべき大切なことは何かったら、今日の詩篇にあるように、私は山に向かって目を上げるという。どういうことでしょう。この山を作られた方、二節を見たら、天地万物を創造されたお方。そのお方に向かって目を上げる。目とはその人の全体、体、この心も精神も含めた全体を意味する。すなわち私たちの全存在を使って神様を見上げる、神様を求める、神様を礼拝するということですよね。マタイ7章7節よ。マタイ7章7節。せーの。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。アメン。せーの。はい、せーの。これは有名な御言葉ですよね。まあ、これ原文で言えば、求め続けよ、探し続けよ、探し叩き続けよ、続けよ、継続せよ。今それを思うと、계속해서구하라、계속해서찾으라、계속해서두드리라라는뜻이있습니다。私たちって求め続けることが大切。우리가계속해서구하는것이중요합니다。祈り続けることが大切。계속해서기도하는것이중요합니다。私たちの目を山に向かって、天地を作られた主に向かって見上げていく、見上げ続けていくことが大切。しかしそれよりも、もっと重要。それはあなたが何を求めて祈っているか。求めているものの内容になります。求めなさい、そうすれば与えられるってこの御言葉を聞くときに、まあ、私もそのように教えられたんですけど、あなたが必要が足りないときにもう必死になって神様にしたい、求め続けなさいってね。もちろんそれは間違ったことではない。日ごとの糧を与えてくださいっていう祈りは、イエス様が教えてくださった主の祈りの中でなされているんですね。しかしこのように求め続けよと言われているこの御言葉のすぐ後に何が書いてあるかって言ったら、これが書いてある。マタイの7章12節なんですね。マタイの7章12節、マタイの7章の12節なんです。じゃあ一緒に読んでみましょう。せーの。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他にも他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。시작. 그러므로무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자입니다.はい、せーの。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいというこの言葉にかけて、求めなさい、そうすれば与えられるということが教えられている。すなわち私たちが今日祈り求めるべき内容、私たちがこれからも継続して求めていくべき内容、それは私たちが神様の御言葉に今日も向かって登っていくことができます。そのためには時に危険が伴うこともあって、犠牲とか覚悟とか何か敗北感のようなものを感じることもあったりするんですけど、犠牲か
そのような状況にあっても神様の御言葉に向かって登っていくという信仰者としての姿を諦めることがないように。バカにされる、我々に無視されるということが分かっていても、それでもあなたの御言葉に向かって登っていくということができる器として整えられるように、強められるように、聖霊様が助けてください。本当に愛することのできないこの敵をも愛することできますように。右を最近打たれたんだけど、どうしても左差し出すことなんて私にはできないけど、どうか差し出すことできますように。自分中心でいつも自分にしてもらいたいこと、自分にしかできないんだけど他の人にもすることできるように。本当に狭いも狭い道であることを分かっているんだけども、しかしそこが命に至る道であるということならば、そこに向かって生きていく信仰者としての姿を与えてください、神様。この世に宝を積む生き方ではない、天の御国に宝を積む生き方を行っていくことができますよ。それが現実としてできない自分の弱さを嘆いて、主よどうか助けてくださいって言うんですよ。そうすれば与えられる、見つかるんだ、開かれるんだ、そういう体験を私たちがしていくことができる。神様の御言葉に向かって登っていこうとする私たちがいつも発見することがある。それは本当にそこに向かって登っていこうとしているけど、そこに登っていくことができないという、本当に自分の足りなさ、弱さ、いかに罪深いものであるかということですよね。すなわち神様の御言葉を知れば知るほど私たちにどういう変化が起こるかというと、俺はこんなに神様の御言葉を知ってるぞという、そんな傲慢な人間なんじゃなくて、本当に御言葉を知れば知るほど私たちに起こることって何かったら、いかに私がこの御言葉に従うことができない弱い人間であるかということを知ることになるというんです。そこに生きることのできない自分の弱さを発見し、ああ、本当に私って神の恵みの中で生きてるんだなって気づく。うわ、本当に今日もクリスチャンとして生かされていることって神様の恵みなんだな。そうなんです。私たちが神様を信じて生きるということも、それは神様の恵みなしにはありえないんだって。だから私たちは毎日のこの始まりの時に、私たちの目を山に向けていくということです。今日も一日、神様の御言葉に向かって登っていくことができる器として整えられますように。神様の恵みをくださいって、そのことを祈り求めていくことがとても私たちにとって重要なことです。この世の価値観ではない、神の御言葉の価値観の中でしっかり歩んでいくことができるようにという祈りから始めていく。
まあ、最近私が聞いたメッセージの中ですね、その中で語られていた一つの御言葉に、まあ、私は心を留めたんです。第二テモテ一章六節なんですけど、読んでみましょう。第二テモテ一章六節ですね。じゃあ一緒にせーの。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。アメン。せーの。はい、せーの。はい、これはパウロが若い伝道者テモテに対して語られた内容であります。この御言葉の中で私に強く迫ってきた言葉が何かあったら再び燃え立たせてください。神様の御言葉に向かって登っていくことって私たちにとって本当に簡単なことではなくて、できればその部分を避けていくことができますように、この愛することという部分を後にして生きていくことができますように、その部分をあまり聞かなかったことにして信仰者として歩んでいくことができますように、そういうことがもしかしたら私たちの信仰者の中に起こってしまう可能性がある。しかし神様が明確に言われていることって何かあったら、第一サムエルの15章22節なんです。第一サムエルの15章22節なんです。はい、じゃあ一緒に読んでみます。せーの。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。アメン。しーじゃ。はい、せーの。神様の御言葉に向かって登っていく姿を神様は本当に喜んでるんだ。神様の御言葉に聞き従って生きるということ、すなわちこれが神を信じている人なんだ。神様を心尽くして愛して生きているという人は神様の御言葉を心から尽くして愛して生きる人なんだって。私たちはこの部分を忘れてはならない。何度でも繰り返して毎日毎朝この部分に向かって生きていくということに対して自分の信仰を燃え立たせていかなければならない。自分を奮い立たせていかなければならない。自分の信仰を奮い立たせて今日も神様の愛を持って生きるものとなることができますように。自分の信仰を燃え立たせて今日も一日神様の御言葉の中で生きていくことができますように。そのことをしたい求めて生きる。求めなさい。そうすれば与えられるんだという世界をそこから体験することができるということです。行くにも帰るにも必ず神様はあなたを守る。都に登っていくというその歩みの中で神様の守り助けを体験していくという。
昔聞いたことのあるお話なんですけど、ある韓国の牧師先生が、ある丸いやつに自分の息子が殺されたって。その牧師先生にとっては間違いなく敵なわけです。自分の息子を殺害した敵だ。ところが驚くことに、その敵を自分の養子として迎え入れたって。どうしてそんなことできるのか。これを聞いたらちょっとつまずくね。ね、信仰者ってそこまでしなきゃならんのか。しかしその牧師先生が、まあ、こう言ったんですけど、そこに私たちは慰めを受けることができます。神様が私にこのものを養子として迎え入れることができるようにという心をくださったんだ。神様がその思いを、その心を私にくださったことを私は感謝している。そう、神様がその心をくださったんだって。自分でそうしたんじゃなくて、無理して頑張って努力して、そう神様が言ってるからそうしなきゃならないじゃなくて、私たちがそうすることができるように神様がその力をくださったんだって。天地を作られたこの主に私たちが目を向け、見上げるときに、私たちの人生に本当に不思議なこと、奇跡が起きるんだという。自分はこんなことできる器じゃなかったけど、本当に神の恵みだな。今週も1週間、私たち信仰者が目指して登っていくべき場所がある。神の御言葉です。神の御言葉を聞いてそこに生きていくことです。今週も私たちが自分の信仰を再び燃え立たせて、そこに従って生きていくことができるように今日求めていきたい。お祈りしましょう。